はいどうも銀です。以前にアルビノのオカダンゴムシについての動画をアップしたのですが、今回はその延長線の話で日本で流通しているオカダンゴムシの全てのモルフを紹介したいと思います。その前にモルフというのは通常とは違う遺伝する表現形質を持つ個体のことを言います。例えば黒くなれないアルビノや所々色抜けするパイド、色が薄いハイポメラニスティックなどが該当します。というわけで見ていきましょう。はい、こちらがノーマルを含めた5種類のオカダンゴムシくんたちです。カラフルでとても綺麗ですよね。そのうちのノーマル以外の4種類を解説していきます。まず1つ目はオカダンゴムシアルビノ T プラスです。こちらはチロシナーゼという体色が黒くなるために必要なメラニンを生成する酵素が少しだけ活性化しており、アルビノではあるのですが少し体色が茶色っぽくなっていて完全に白にはなりきれていない個体です。それでもよく外で見かけているオカダンゴムシとは異なる色合いをしていて面白いですよね。2つ目はオカダンゴムシアルビノ T マイナスです。こちらはチロシナーゼが完全に生成できず結果的に真っ白になったアルビノ個体です。完全に色素が作れないので目まで真っ白です。こちらは以前の動画で紹介しましたよね。ぜひそちらの方も見てください。3つ目はオカダンゴムシレッドです。綺麗な赤色をしていますよね。こちらは個体差が激しく黒に近い深い赤色の個体からオレンジに近い薄い赤色をした個体まで様々です。流通している赤い個体は主にイタリアの野生で見つかったものをブリーダーが増やして売り出したもののようです。この赤い色素が過剰に生産される遺伝子の変異をエリスリスティックと言います。日本でも見つかるらしいのでいつか見てみたいですね。最後はオカダンゴムシマジックポーションです。魔女が飼育してそうな名前ですが、こちらはアルビノ T プラスがさらに変異したモルフです。正直自分もなんでこうなるか全然わかっていません。アルビノ T マイナスのような白色にパイドのようなブチ模様、ノーマルにも現れる黄色い斑点が合わさった非常に綺麗なダンゴムシです。これで全てのモルフの紹介が終わりました。実は青いダンゴムシも存在するのですが、そちらは遺伝子の変異ではなくウイルスの感染によるものです。そちらの方も今度採取してくるので動画に期待していてください。今回紹介した子たちは確率はかなり低いですが全て野生で見られる可能性があります。ぜひ自分でも見つけてみてください。それでは今回の動画は以上となります。皆さんも良き寄虫ライフを。バイバーイ。